はい、来ました、旧品部。中、ちょっと見せてもらいましょう。こんばんは。お、はい、尾崎さん。はい。ご苦労様です。尾崎博隆さんです。65回生、僕の同期です。なんか、可愛い頭になってますね。こんにちは。ちょっと中入っていいですか？どうぞ。じゃーん。ここが、旧品部ですよ。ここに。ずらりヘルメットが、ちょっと暗いっすね、うん、ヘルメット売ってます。選手が使うハンドルバー、サドルもたくさんあります。ギアも、ここはチェーンですね。これがペダル、クランク、シートピラー、もちろんレーサーパンツも売ってますよ。そしてこれが愛知支部が専売している SSK の手袋です。綺麗に陳列されてます。飲み物もあります。飲み物も豊富に揃ってますよ。みんなぐいぐいに飲んでくれますからね。アミノバリュー、ボディメンテ、体に良さそうなもんばっかだね。え？あ、ユンケル。イチローも飲むユンケルだ。お、エクスプローション。おすすめです。これなんすか、エナジードリンクですか、それは。エナジードリンクです。あ、アップの時に飲むといいそうです。わかりました、今度飲んでみよう。はい、こんばんは、カラフルスタイル白井和樹です。今日は豊橋競輪、ミッドナイト競輪やってます。今日はなんとこのミッドナイト競輪最終日なんですけど、金子隆選手が何年ぶり、いやもう分かんないぐらいですね、15年ぶり20年ぶりぐらいに誘導の試験を取るってことで、それをレポートしたいと思います。はい、難しくなったみたいな、難しくなった、はい、今年から誘導の試験の制度が変わって、ちょっとタイム規定がきっちり取られるので難しくなった、それを初レポートしたいと思います。それではまずは開催指導員の山田さんのところに行ってみますか。普段ふざけた山田さんですけど、真面目な姿をお見せします。レッツゴー。こです、山田さんの部屋、個室です。開催指導に控えして、まずはここにお付けしたいと思います。お、山田さんの声ですね。失礼します。あれ、お邪魔します。どうもいらっしゃい。お邪魔します。どうもお疲れ様です。あのびっくりしたな、どうしたの今日。今日は金子さん誘導の試験やったんですか。はいはいはい、ミッドナイトが終わってからなんですけど、はい、もうちょっとスタジオがあるし、はい、その前に挨拶しな、あ、あわざわざ、ありがとうございます。普段はい、パーッとやがってたんですけど、はい、で、もうここでは一応はい、コード学校で一応こうやって書類書いたり、いろいろとやらさせて待ってますね、いろいろね、いろいろ書類書いたりなんかね、ということで、ちょっと時期ないですけど、はい、書いて。ここには終わった選手が、はい、VTR を見たり、はい、それを山田さんが、うん、録画した機械を見せる。こっちが場内録画、今ちょうど中継始まりました。ね、中継始まった。この中継出るんだよね。行かないかな。この中継で金子さん出るんだよ。こっちが審判カメラ。こっちがね、審判カメラ。まあ今、この状態だけど、謎か、謎する？いや、大丈夫です。いい、お、出てますよ、ここに。ここに後から、金子さんここに出るんですよ。はい、いっぱい伝えたいことがあるんで、はい、伝えたいと思います。ここで、楽しみに俺も見てるよ。はい、これ、ね、頑張ってよ、楽しみに。このテレビに映るんで、二人ね、ちょっと前回で面白いこと、はい、山田さんちょっと行けないですけど、はい、ちょっと残念ですけどね、行ってきます。はい、ここでちょっと真面目に仕事やってて、電話です。あ、仕事です。電話鳴りました。仕事です。仕事取ります。はいはいはい、
いると思います。あ、ま、ちょっと後説明いきます。はい、お願いします。あ、こんな感じであの審判長と話をしたりとかいろいろと、はい、やるんで、まあ、密に連絡取ってます、ね、そうなんですよね、連絡取りながら。金子さん、はい、頑張ってよ。スタジオに行きましょう。行きましょう。レッツゴー。なんかさ、はい、夜になると風なくなるね。いや、今日風ありますよ。いや、今ね、ない方でしょ。ない方ですよね。うん、俺も一回さ、あの夜中に誘導の試験やったんだけど、まだあの古い制度の 2000m の頃、はい、もう全然風なくてすっごい走りやすい。じゃあもう一発で決めます。一発では決まらん。決まらんすか。決まらん。多分ね、はい、すごい久しぶりにさ、金子さんブランクあるでしょ、はい、だから絶対ね、3回はやるよ。緊張するね、なんか、はい、よろしくお願いします。さあ、それではスタジオにではいきますか。豪華なゲストの方に到着いただきました。早速お呼びしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。現場では吉田敏弘君が来てくれて、はい、いいトレーニングできたんで、はい、後ほど伺っていきたいと思います。今日はお二人にお話じっくり伺っていきますので、ぜひ YouTube のコメント欄、そして上のこのハッシュタグを使いまして、皆様お二人に聞いてみたいことなどありましたら、あ、ぜひお寄せください。もうあのどんどん、ね、なんか質問なり送ってきていただきたいですよね、はい、コメント欲しいですね、はい、ぜひたくさんお待ちしています。スタジオ終わりました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。またお願いします。やってますね、仕事。はい、一応仕事なんで。今あのスタジオ行ってきました。あ、お疲れ様でした。見てましたよ。見てました。あ、見てました。楽しそうだったな。いや、思った以上にね、なんか喋れないんですよね。いや、よう喋ってました。今喋ってました。よう喋っとったよ。はい、いいなぁ。意外と楽しかったです。宮野さんがあんなに借金当てるとは思わなかったです。ね、今日だから調子いいみたいで。そうなんですよ。最高だった。来ましたよ。お、来ましたよ。あ、今日の、これから。お、まあ、もう着替えて。調子できます。いや、思いっきり、違う。思いっきり行くじゃダメだから。思いっきり行ったら、もうオーバーしてまうみたい。あの、ちゃんと、あの、誘導って規定タイムがあるから。ここは豊橋競輪場なので 400m 走路のこれが基準タイムです。誘導員はこうやって決められたタイムで引っ張らないとダメなんですね。で、今回の誘導の試験はこの S 級のタイムが引けないと合格になりません。基準タイムのプラスマイナス1秒です。毎周回1秒ずつ前後しないように走らなきゃダメです。難しいな、これは。難しいね。いや、結構ね、相当難しいと思うよ、これ。そうです。はい、でも、豊橋では金子くんが行って、ね、最初、うん、愛知県でまだ誰もやってない試験だ、うん、一番最初だよね、まあ、誰も刻み込まれてますから。刻み込まれてる。さすがだね。楽しみにしてます。じゃあ、ウォーミングアップ行ってきてください。は、嘘でしょ。ナーバスになっとるな、おい。何が楽勝だ。絶対俺はね、多分ね、3回はやると思うよ。寒いです、ちょっと足動かないです。大丈夫だって。あ、そっちにあるはず。金子さんの20年ぶりの誘導員の試験、合格するかな。誘導員はレシーバーを使ってタイムを聞きながら待避時期とか言ってるんですね。サングラスいる、この夜中に。必要なアイテム、それ。真っ暗だけど。3は出てないけど、3。頑張ってください。審判の方々も競争同様に
準備してます。さあ金子選手順調にスタートしました。周回版4周。あ、いい感じだなこれ。あれこれ。わ、45秒後、あ、1秒以内、ぴったり。あいつ天才かもしれない。自称誘導のプロつくと、やったことねえの。わ、上手かもしれん。わ、39秒1、ぴったり。さあ、37秒で来れるか。お、37秒3。天才。すごい。ここ29秒。踏んだ踏んだ。クリアじゃないですか。すごい、上手。すごいじゃん。え、こんなにこんなに簡単に受かっちゃうもん。よしで渡ってくれ。はい。いや完璧だったじゃん。いやびっくりしちゃった。いやでもあんなにナーバスになっとっただけのことはあるね。いや本当秒差1秒の狂いも寸分に走るね本当に。17秒だったんで最後かなりぐい上げしたね。来ないといけないと思って、計算しながらしたの。まあ2回から普通にもらえたら猫、めっちゃ上がったもん。いや別にもう29、28、30で来ない。そうだね。だから前半でも厳しいですね。厳しい完璧です。誘導さ、こんな10年以上やってないのにすごいわ。最初の入りだけがちょっと難しいです。お疲れ様ね。お疲れ様でした。本当にやり直しするんですね。柴田選手は2回目入りました。誰か4回やったやつ。岩田さんも血圧と一緒でさ、もうドキドキが持ってる。